12世紀に作られた聖母、マリアの墓の正面平面図と垂直断面図眼を削り作られた聖母、マリアの墓、墓の玄関、遺コに覆われた全面聖母、マリアの遺体の上にある石のベンチは展示されており、現在はガラス越しに見ることが可能。地図聖母、マリア墳墓教会、別名聖母、マリアの墓は、エルサレムのオリーブ山の麓のケデロンの谷にある、 キリスト教徒の墓のことであり、東方教会教いたずらによって、イエスの母マリアが埋葬された場所であると信仰されている。1757年の宗教観の合意により、聖地の現状維持原則がここに適用されている。東方教会の聖殿によると、聖母マリアは人間と同じように自然死した。そして、聖母マリアの魂は死の際に、 キリストによって受け取られ、新約聖書に登場する死者の復活の通り、マリアが安息した後、彼女の魂とその肉体は天に召された。天国に召されてから3日目の日に、彼女の肉体は蘇った。教義によると、安息から3日目の日に、彼女の墓は空の状態で発見された、と伝えられている。カトリック教会の協議ではマリアは、 現世の肉体のまま天国に挙げられたと唱えている。しかし、聖母マリアが肉体的な死を経験したかどうかは、カトリック教会の中で議論が続いている。ユサマイアカイストリアとして知られる物語の中では、カルケドン公会議に出席している間に、どのように皇帝マルキアノスとその妻プルケリアがユーエナリスが、聖母マリアの聖遺骨を要求したかを述べている。 その物語によれば、ユーエナリスは、聖母、マリアの埋葬の3日後、墓が空であることが分かり、遺体を包んでいた白布のみが、ゲッセマネの教会に保存されていた。452年に白布は、コンスタンティノープルに送られ、白布は、コンスタンティノープルのブラケルナへの聖母マリア教会に、置かれた。他の伝説では、その白布は、墓の前に残された聖母、マリアの帯、 または商店の際の落とし物だったとされている。1972年にフランシスコ会の修道士の考古学者ベラルミーノ・バガッティは遺跡現場を発掘し一世紀までの古代の墓地の証拠を発見した。彼の発見はまだコミュニティ考古学全体による査読の題材となっておらず、彼の年代測定の有用性は完全には評価されていない。 バガッティはその墓地の初期構造は三つの空間から構成されていると解釈した。これは当時の慣習に従って判断された。後に地元のキリスト教徒が聖母マリアのものだと考えている墓は墓の周りの岩の表面を削ることにより他の墓地から分離された。エディクラはマリアの墓の上に建てられた。5世紀の時代に 八角状の足場の上に作られた小さな上部教会はエルサレム総主教によって建築された。この建物は614年にペルシア人によって破壊された。その後、この教会は数世紀にわたって何度も破壊され再建された。しかし、ムスリムにとっては預言者イーサーの母親が埋葬された場所であるため、 この教会の埋葬用の地下室は触れられることなく残った。1130年に十字軍によってこの教会は再建された。さらに彼らはベネディクト修道院、つまりケデロンの谷の聖母マリア教会も建設した。この教会はしばしばヨサファットの聖母、マリアの聖堂とも言われる。修道院の複合施設には初期のゴシック様式、赤力色のフレスコが 防衛のための三本の塔が含まれていた。階段と玄関も十字軍の教会の一部であった。この教会はサラーフッティーンにより1187年に破壊された。しかし、聖堂の地下室は未だに尊敬されていた。残されたのは南側の玄関と階段であった。上部教会の石像建築部はエルサレムの壁を建設するために使われた。 14世紀後半にフランシスコ会の修道士たちはもう一度教会を再建した。1757年の聖枝祭りにギリシア聖教会の聖職者たちはこの教会を含む聖地の強制排除をはじめフランシスコ会の修道員たちを追放した。オスマン帝国は裁判においてこの聖地の現状維持原則を指示した。それ以来マリアの墓は 正教会のエルサレム総主教長とエルサレムのアルメニア首都教会が所有権を持っている。一方でゲッセマネの小洞窟はフランシスコ会が所有している。南側の壁がある中庭に先行して12世紀に作られた広い地下階段から入ることができる地下の岩石洞窟の中に墓を守るような十字架状の教会が発掘された。 階段の右側にはマリアの両親のヨアキムとアンナの礼拝堂が置かれている。当初、この礼拝堂はエルサレムの女王のボードアン2世の娘であるエルサレム女王メルザンドの墓を収容するために建てられた。ギリシア正教会によって彼女の石棺は撤去された。左の階段にはマリアの夫の聖ヨセフの礼拝堂がある。当初、この礼拝堂は ボードゥアン2世の他の2人の親戚の女性の墓として建てられた。教会の東側にはマリアの墓の礼拝堂が置かれている。ギリシア人とアルメニア人の祭壇も東のアップスを占めている。墓の南の日地はメッカの方角を指し示しているミフラーブが置かれている。これはムスリムが教会に対して共同所有権を持っていた時に設置された。 現在ではもうイスラーム教徒はこの場所の所有権を持っていない。西側にはシリア正教会の祭壇が置かれている。エルサレムのアルメニア使徒教会のアルメニア、創始教長とエルサレムのギリシャ正教会が聖堂を所有している。シリア正教会とコプト教会とエチオピア正教会も若干の権利を所有している。400年代のサラミスのエピファニオスによって、 最初に言及された伝説の中では、マリアは人生最後の年をエフェソスで過ごしたという。エペソ人への手紙は、エフェソスにヨハネが駐在していたのと、イエスの死後マリアを世話するようにという話をイエスから、ヨハネへの指示に由来するものとして記載している。しかしエピファニオスは、聖書はヨハネがアジアへ去ったことを言及しているが、マリアがそれに伴ったという言及は、 聖書の中に見られないことを指摘した。聖教会の伝説では、聖母マリアは、現在聖母マリアの家として知られているエフェソスの近くの場所に住んでいたとされる。聖母マリアの家は、カトリック教徒とムスリムによって大切にされている。しかし、数年の間しか滞在していないと言われている。この教えは、恐怖の書物に基づいている。新約聖書には、 マリアの末期、または、彼女の墓についての情報は存在せず、そして多くのキリスト教徒が、初期の外転の存在を信じていないが、いくつかのが相福音書は、聖母、マリアの死という考えを支持している。1世紀ないし3世紀、または4世紀ないし7世紀に書かれた、聖母、マリアの聖居についての論についての学術論文では、彼女の墓は、ゲッセマネに位置しているとされる。 およそ西暦395年に書かれた、エルサレム賞というタイトルの短いテキストは、マリアの墓を含む谷にある聖マリア聖堂について、言及している。後に、サラミスのエピファニオス、トゥールのグレゴリウス、セリビアのイシドールス、モデスタス、エルサレムのソフロニオス、コンスタンティノープル総主教、ゲルマノスカズヨ、クリトノアンドレイ、ダマスコのヨアンは、 墓がエルサレムにあるということについて話した。こうした証言から、この伝説が、東西のすべてのキリスト教徒によって受け入れられていることがわかる。トルクメン人のケレートは、ネストリウス派における、聖母、マリアのもう一つの墓は、元は、マリという名前であった、トルクメニスタンの街の丸にあるという伝説を、信じている。他にも、イエスと聖母マリアは、 キリストの卓球を生き延びた後、インドに旅に出て、彼らはそこで生涯を終えたという主張もある。これらの主張の信憑性は、学問的に確立されておらず、学術研究者、星座による、教会法上の指示、その他いかなる叱るべき機関からも評価されていない。もう一つの伝説では、イラク北部のニネベのキリスト教徒の間で、マリアの墓はアルビールの近くに位置しているため、 モスルにあるかつての光のモスクの傾きの方角の場所と関連があると言い伝えている。この記事にはパブリックドメインである次の百科事典本文を含むヘアーバーモン、チャールズ、エド、トゥーム・オブ・ザ・ブレスド・バージン・メアリー。カトリック・エンサイクロペディア、ニューヨーク、ロバート・アップルトン・カンパニー。ありがとうございます。